チタンの大鳥居御堂回り鹿島神社は、兵庫県高砂市にある神社である。一願上就、合格祈願の神として信仰されている。拝殿で参り、本殿裏を回って、竹の棒を置く、これを年の数だけ繰り返す願掛けが行われる。神社ではあるが、甲を滝刀妙をあげる風習がある。参道の両脇には、名物の菓子は持ちの店が並んでいる。平成10年に、 チタンの大鳥居が作られたこの神社は、社殿によれば、奈良時代に、針馬国の国分寺が創建されたおり、その陳述者として創建されたのに始まるとされる。1578年に、橋場秀吉が歓喜城を攻めるときに、神社周辺でも戦いがあったが、神殿は残ったと言われている。江戸時代に、地徳軸を開発するにあたって、神社の復活が計画され、 漢文年間に姫路藩の松平直則によって現在の祭神で復活した。原禄時代には本田忠国から境内拡張地を提供し、姫路藩によって数形されてきた。月に一度神社に農家が餅を奉納していたことに由来する。三道売店各店で販売している。昭和40年代に皇太子時代の秋と上皇が河西フラワーセンターを訪問した際に、 史的によく、鹿島神社を参拝していた兵庫県知事、堺と北田の取り持ちにより、地元の地徳寺治会明で交代しに、鹿島餅が献上された。ありがとうございます。